ジョン・ H ・ワトソン。ジョン・ H ・ワトソンは、アーサー・コナン・ドイルの推理小説、シャーロック・ホームズシリーズの登場人物。軍医を経た後開業医となった。名探偵シャーロック、ホームズの友人であり、電気作家。ホームズシリーズのほとんどの作品は彼を語り手としており、その物語を綴ったことにもなっている。日本語では、ワトソンと表記されることも多い。 少年時代を家族と共に、オーストラリアで過ごす。ロンドン大学卒業後、聖東マス病院に入って、医学博士号を取得。第二次アフガン戦争に軍医として従軍し、英軍が敗れたで負傷した。傷病兵として本国に送還され、ロンドンで下宿を探していた際、友人のスタンフォードに、ホームズを紹介され、ロンドンのベーカー街221バイトで、 共同生活を始めるようにな。当初は、ホームズの行動に対して懐疑的だったが、ヒーローの研究事件においてホームズと共に事件に関わり、ホームズの探偵としての姿を目の当たりにすることとなる。そして、ホームズが事件を見事に解決したにも関かかわらず、その手柄をデストレードケーブラに全て取られる形となったことを、ホームズ自身は気にしていないが不満に思ったワトスンは、 ホームズの活躍をいずれ物語として世に発表することを宣言する。四つの署名事件で知り合ったメアリー・モースタンと結婚し、一旦ベーカー街を出たが、空き家の冒険の後でホームズとの共同生活に戻っている。その理由として、メアリーとの離婚、あるいは死別当初説があるが、ワトスン自身が悲しい別離と語っていることから死別であったとする説が一般的である。 いくつかの事件の年代と結婚についての記述が矛盾することや、ずっと後年の白面の兵士ではワトスンが妻のためにホームズと別居していたという記述があることから、メアリーとの結婚が終わった後に、メアリー以外の女性と再婚していたとする説もある。四つの署名で、父親の名前の頭文字がエッジであり、物語で描かれた時期よりかなり前に亡くなったことや、兄がいたことが語られている。 ロンドン大学卒業と公言しているが、競技場バザーでは、エディンバラ大学卒業都市、医学博士号についても、同文中で、医学士であるとホームズに言われているため、研究者からは、諸説が唱えられている。ワトスンのファーストネーム、ジョンについては、妻がジェームズと呼びかける場面、唇のねじれた男があり、ホームズ研究者、シャーロキアンたちを悩ませてきた。 1943年にドロシー・ゼイヤーズがドクター・ワトソンの宣令名を発表し、ミドルネームの H はジェームズのスコットランドにおける異業であるヘイミッシュなのであろうという解決策を提示している。そしてなぜ妻がジョンと呼ばなかったかについては、彼女の父親の死に関係したジョン・ショルトー・少佐と同じ名であるため嫌ったのだとしている。当人が 四つの署名で記述しているところでは、三大陸にまたがる女性遍歴を持つ。この三大陸はアフガニスタンへの従軍経験を持つことなどから、アジアアフリカヨーロッパのこととする見方が強いが、少年時代を過ごしたオーストラリアを含める説や、当人が語っていないだけで、アメリカ大陸へ渡った時期もあるのではないとする説も、ある。ホームズも女性は君の領分だ。 第二の汚点と認めたほどだったが、少なくとも、当人の一人称による作中では、本人が豪語するほど、女たらしな一面は描かれていい。ワトスンは、空き家の冒険で死んだはずのホームズと再会した際に、初めて気を失ったとされている。ホームズに比べれば能力が見劣りするとはいえ、コナンドイルはワトスンをうどんな人物としては描いていない。ホームズは何度も、 ワトスンの勇気や能力を称賛する言葉を口にしており、ホームズは、ある意味で、ワトスンに依存していたと見る向きもある。そして、ホームズと対比するとワトスンは、実直な常識人として描かれており、職業とも相まって、大半の読者から受け入れられるもの像と言える。巧妙内来人事件においては、ホームズの指示で短期間に、中国の陶磁器について、猛勉強し、 当期の権威である、グルーナー男爵と対峙しても、ある程度の受け答えが可能となる水準にまで、知識を埋めている。最終的にはスパイであることを見破られてしまうが、これは、ホームズの計算通りの出来事であった。また、時にはホームズに調査を頼まれることもあり、ほとんどの場合は後々ホームズに、ダメ出しをされてしまうものの、バスカビル家の犬では偶然とはいえ、ホームズの隠れ家を、探し出し、 ワトスンが送った報告書もホームズが関心するほど詳細ものであった。隠居絵の具史事件では依頼人アンバリー氏の持っていた演劇の切符の座席番号を自分の少年時代と関わりのある番号だったためではあるが確認しており満点だとホームズに言わしめている。悪魔の足では毒物の効果を自ら確かめる実験をホームズと言った際に 毒物の影響で朦朧としながらも目の前のホームズが危険な状態だと悟ると彼折れて外へ脱出した。品種の探偵ではホームズはワトスンの医者としての腕も評価しており、化病と悟られないために辛辣な言葉を使って近寄らせないようにした。ホームズはワトスンに対しても素っけない態度を取ることが多く、ワトスンも自身をホームズが円滑に推理を行うための 道具の一つとまで発言したことがある。しかし、三人、ガリデブでワトスンが殺し屋エヴァンズに撃たれた時には、ホームズはひどく動揺した様子で、ワトスンに安否を尋ね、エヴァンズに対して、もしワトスンが死んでいたら、お前を殺すところだったと言い放った。また、悪魔の足でも、毒物の効果を確かめる実験に付き合わせたことに、対して、謝罪と感謝の言葉をかけ、彼を感動させている。 さらに、最後の事件では、一書として書いた手紙の中で、自身のことを、ワトスンの真実の友、シャーロック・ホームズと書いている。さらに、ホームズは、白面の兵士にて、ワトスンが結婚して、同居を解消したことに対して、私たちの付き合いの中で、これが、ワトスンの唯一の自分本位の行動だった、私は一人ぼっちだったと、複雑な心境を語っている。なお、 軍医時代の軍用拳銃、形式名称は不明。19世紀の物語なので、回転式拳銃であることは確実。自動拳銃は20世紀に入ってから発明されたを、所持し続け、赤毛組合、危険な事件の際には、ホームズの身を案じて傾向することもあった。ワトスン自身は、ホームズは一度事件に没頭すると身の安全も、帰り見ない男だったので、 自分の拳銃でその窮地を救ったことは、一度や二度ではない、ソワ橋と書いている。その、ソワ橋事件においては、ワトソンの拳銃がトリックの再現に役立っている。本編中での発砲シーンは、四つの署名、ホームズと同時に発砲。撃たれたトンガは死亡したが、どちらの弾が致命傷になったかは、不明、バスカビル家の犬、命中したかどうかは不明、ブナ屋敷、 犬の頭を撃ち抜いてる。その他にも、空き家の冒険で、ホームズの喉を掴んだ犯人の頭を、拳銃の尻で殴ったり、ブラックピーターでホームズと格闘する犯人のこめかみに、銃突きつけたりして、ホームズを助けている。シャーロック・ホームズシリーズが、文学的に成功したのは、読者と同レベルの知能を持つワトスンを語り手として導入し、ワトスンの目を通すことで、 手がかりを読者にあからさまでない形で提示できるようになったという点によるものが大きい。また、ワトスンは、ポーの私とは異なり名前が、ミドルネームを除き判明しており、医師という社会的地位もあることから、名探偵と読者との中間にある第三者、私は、主人公と同様に基人であるが、読者にとってはカタクシるール対象ともなるとして、 物語に介在していることが大きな特色と言える。この有用な形式は以後多くの推理小説で踏襲されることになる。ちなみに、ホームズはワトスンの各文章を批判していたが、ただし彼は自身の名前が世に出ることをあまり好ましく思っていない。割にはワトスンを僕の電気作家と評したり、この事件は君の物語には合わないなど、 事件をワトスンが公表することを前提とした発言をすることがある。あまりに批判されたのでついにはワトスンが怒って、ホームズ自身に物語を書くことを要求し、その結果ホームズも読者を喜ばせるためには、ワトスンと同じ書き方をしなければならないのだと考え直し、反省した白面の兵士。シャーロック・ホームズシリーズが成功したおかげで、ワトスンは名探偵の相棒。 サイドキックの代名詞となった。ノックスの10回でもサイドキックの例としてワトスンが例示されている。シャーロック・ホームズシリーズ以降の探偵小説において物語の語り部や探偵の助手などワトスンと同等の役を務める登場人物をワトスン役と称することがある。推理小説ワトスン役。ホームズ同様、ワトスンもまた多数の俳優によって演じられてきた。 特筆されるワトスン俳優としてアメリカ最高のホームズと言われたベージル・ラスボーンとコンビを組んだナイジェル・ブルースがいる。ブルースが映画やラジオで演じたのはうっかり者で怒りっぽく大事な場面でヘマばかりするホームズの引き立て役としてのワトスンだった。ブルースのワトスン像はファンの支持を集め、ラスボーンがアメリカ最高のホームズ俳優とされたのと同じくワトスン役の遺魂となった。 晩年、ラスボーンからオリジナルの舞台で、ワトスンを演じて欲しいと要請されたブルースは大いに、乗り気であったが、開幕の数週間前に病死した。その他、エドワード・ハードウィック、アンドレ・モレル、H ・マリオン・クロフォードらの評価が高い。特にハードウィックは、最高のホームズとして、 全世界に名を馳せたジェレミー・ブレット・エムによるグラナダテレビ制作のテレビドラマシリーズシャーロック・ホームズの冒険で二代目ワトスンを演じナイジェル・ブルースとは全く異なるワトソン像を確立したハードウィックの演じたワトソンはドイルの原作で本来描かれていたワトソン像であったすなわち高潔な英国紳士にして好奇心と勇気があり陰ながら ホームズをサポートする素晴らしい棒としてのワトスン博士である。ハードウィックの演技により、ブルースの影響によるワトスン博士イコールドジでヘマばかりする名探偵の相棒のイメージは完全に払拭された。なお、ワトスンの負のイメージの払拭という意味では、同シリーズの初代ワトスンであったデビッドバークも男性的で行動力あふれる元軍医としてのワトスンを演じている。 トーキー発のホームズ映画で、ワトスンを演じたレジナルド応援がそうだったように、ワトスンとホームズを両方演じた俳優も数名存在する。ワトスンを演じてから後に、ホームズに出世するケースが多く、逆に、ホームズを演じてからワトスンを演じる俳優は少ない。作品によってはワトスンが女性や少年に変更されるケースもある。日本の声優では、富田昴生がアニメ、 名探偵ホームズでワトスンを演じた。この作品は映画版から内容がそのままテレビ版にコンバートされる際、声優の一部が交代しているが、広川太一郎をやるホームズもテレビ版から、富田はそのまま続投している。競技はワトソン。2008年にガイリッチー監督による映画、シャーロック・ホームズにおいて、ワトスン役には重度老が抜擢された。 公式の日本語表記は、ワトソン。日本語吹き替えは、劇場公開版では、森川俊幸、テレビ朝日版では、堀内健優が担当している。2010年から始まった、BBC の TV シリーズ、シャーロック、シャーロックでは、マーティン・フリーマンが演じている。ホームズとは、現代風に、シャーロック、ジョンと呼び合うこともある。公式の日本語表記は、 ジョン・ヘイ・ミッシュ・アトソン。舞台は21世紀のイギリスに変更されているが、キングス・カレッジ・ロンドン卒で、アフガン紛争、21世の会議の陸軍医、勇敢で誠実な人物、射撃の名手、友人に紹介されてホームズとルームシェアを始める、女好きなど、原作に忠実な設定も多い。一方で、足の怪我に関しては PTSD によるもので、 肉体に問題があるわけではないと変更されている。また、ホームズと行動を共にすることが多いため、ゲイと勘違いされるシーンが何度もある。演じるフリーマンは、本作での演技により、英国アカデミー賞のテレビ部門、最優秀女演団優勝を受賞した。日本語吹き替えは、森川俊之が担当している。森川は、ガイリッチー監督の映画の吹き替え版。 劇場公開版でもワトスンを担当したため複数の作品でワトスンを演じた珍しい声優となっている。2011年にロシアで制作された名探偵シャーロック・ホームズではアンドレイパニンが演じている。この作品はホームズより15歳年上のワトスンが主人公の作品である。2013年から CBS で始まったエレメンタリー・ホームズ ワトソン・イン・エヌ・ワイは、舞台が21世紀のニューヨークであり、ワトソンに相当する役は、ジョーン・ワトソンという、元外界で、薬物依存者回復支援員となった、中国系アメリカ人女性という設定であり、ルーシー・リューが演じている。日本語表音及び和文表記は、ワトソン。日本語吹き替えは、田中敦子が担当している。2014年に放送が始まった、 NHK の人形劇、シャーロック・ホームズでは、オーストラリアからビートン校に転校してきた生徒という設定になっている。表記は、ジョン・ H ・ワトソンで、声の出演は、高木渡るである。ベーカー料221バイトで、ホームズと同室になり、当初は、ホームズの行動に戸惑ったり、左足の負傷でラグビーをやめたりしたことから字を見失いがちになっていたが、 その後、ホームズを理解するようになり、退学することになった生徒を励ましたりして、自分を取り戻す。ホームズの事件解決を、ワトソンメモに記録し、それをもとに、学内の壁新聞に記事を執筆している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。